版だからみたいな感じで軽くなってんのかな、わかんないけど。はいはいはい。まあ言うて PC とかでやってたあのメープルストーリーもそんなねえ小学生でもできるレベルのあれだからな、別にって感じだと思うけど。ちょっと待てよ。なんだこれは。受信ホルダー、こんなにいっぱいもらってたの俺。ちょっと待って待って、削除、はい、まとめて受け取るみたいな、ない。ちょっとだるい、これだるいわ。はい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 、ここで出してよ。受け取れたのかな。めっちゃ適当にやったけど。クエスト地図インベントリー、なんか増えたね。装着、これはまだか。ギルドか、さすがに所属しないから、友達墓地だからいいです。はい、じゃあいっか。スキル振りまだないみたいだね。まあ職ついてないけど初心者でも確かあった気がするんだけどな。まあいっか、その自動なんとかってやつ。はい、はいはいはい、スライムのとこまで行っちゃえよ。クエスト知らんけど。あれポータルどこだ。ちょ操作しづら。ちょっと待って、慣れねえな、まだあんまり。よなんかこう横にやる、横向きのゲームをやらないから。やってんのなんかパズラと白猫ぐらいだからな。あとたまにベイングローリーやるぐらいか。ほっ、なんかポンポンレベル上がるな。こんな上がったっけな、まあ、レベルこんなものも上がったか。なんか20レベルぐらいから結構上がるのきつかったイメージなんだけどな。ビッグバンアップデートとかいうので緩和されたらしいけど、俺それ知らないしな。メイプルキノコ大丈夫だ。ちょっと厳しいな。スキルあれば集団狩りできる。こいつ集団狩りできるのかな、ちゃんと。そういうのできないとさ、レベル上げ辛くなってくるよな、後半。ちょっとだけ使ったシグナス騎士団のあのフレームウィザードとかいうすげえレベル上げやすかったしな。ずっと昔の話だけど。7年ぐらい前だそれは。じゃあ自動やってみるか。あの俺より、いやでも自動拾ってくんないのかな、もしかしてこれ。それはそれでどうかと思うけどな。レベル的にどうなの。割と上がるよなやっぱ。まだちょっとこの間にクエスト確認とかできる。自動でやりながらクエストとかできたらめっちゃ楽なんだけど。もうちょっと先まで行っちゃうか。どこに何がいるのかわかんないけど。ちょっと待ってよ。移動しちゃったね、間違えて。ちょっと厳しいかもな、これ。スティージがいないが。まずい、ちょっと待って。スキルねえの、スキル。ジュニアレース、メイプルキノコの傘も、そまちょちょやっちまった。はい、あれなんで移動しちゃうんだ、なんかおかしいぞ。まだ早いか。メイプルストーリーの使用上なんか弱いやつをいっぱい買った方が確かレベル上がりやすいからな。強いやつを一匹狩るよりもなんか他のゲームと結構違うな、その辺。でもなんか強くなってる。よいしょよいしょ。空中攻撃とかやりづら、全然やれねえな。あとなんかミスの確率高くなかった、こんなんだったっけ。
づら。よし。ミスが多い。金策とかがちゃんとあるかどうかだよな。なんかPC 版だったらもはやなんか人気買いますとか言うのでずっと稼いでたけど、初心者時代あれがあるかどうかもわかんないし、それ以上になんだろう、おっとそれ以外のちゃんとしたさ、ユーザーとの交流があるのかどうかすらわからないっていう、フリマがあるのかっていう、職も3つしかないみたいだしね、現状。まあ多分増えるとは思うんだけど、空中戦701クキオーアンドアンドオーおおう、おい、ローグ転職、ローグになれるの？ちょっと待って、死んだ方が早いんじゃねっていう説あるな。死ねねえな、なんか。いや、もう一個先行こう。スライム、しばらくは回復薬がぶ伸びでいいとは思うんだけど、まあ、これが切れた時にちゃんと買えるだけの資金力があるかどうかもまだ分かんないし、まだ全然分かんねえや。よいしょ。なんかジャンプした時の移動速度が速い気がするんだよな。気のせいかな。あ、やばい、ちょっと待って待って。防御なさすぎじゃね？割とマジで本当にガブ飲みになっちゃうぞこれ。なんですあれ、クエストでもメイプルキノコカレっていうの出てるんですかね。ちょっと正直厳しいと思うんだけど、これかなりガブ飲みしないと。無理やり買って死んで帰るか。どうせデスペダないって書いてあったし。よいしょ。痛い。まあでもなんか狩り場なんでこれ人いないんだ。もしかして狩り場人ごとに分かれてるとか、そんなことはないな。あ、なんか出た。死ぬ。危な。マジで危ないから。ああ割と湧くか。でももうちょっとまとめててもいいんだけどな。うん、ミス方法、ちょっと待って、これはちょっとまずいぞ。よし、死んで帰ろう。次は、あ、スライム今から帰る。順番間違えたか、もしかしてクエストこなす。こんなもんか。あ、てかあれで移動できるんだったっけな。こいつに行け、言えば。無理か。無理でした。あ、ちょ。あ、まだ上がるじゃん、これ。
てかなんか今クエストが出た音がした気がするか。ないか。ないな。よいしょ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 。よし。あ、ちょちょちょ、飛び越えたいの。次次。よしよしよし。あれ、もうミス多いな。え、嘘でしょ。ちょっと待ってよ。さっき装備確かもらったから、これの方が強いか。攻撃8、こっち攻撃6、これ攻撃8、うん、一緒。まあ、いっか。攻撃速度速そうだし、こっちの方が。スライム、ローグの基本。ローグって言ってるけどスキルないんだが、あるのか。ちなみにこれ、上めっちゃ増えてるよ。また嘘でしょ。さっき取ったばっかじゃん。なんでそんな一気に送りつけてくるかね。めんどくさいな。よいしょ。で、そう、これをまたね、受け取りまくるっていう作業。見てない、もはや。これ何？あ、え、メインクエストを遂行できる地域に移動しますか。いや、ここだよね。まあそれはそうだよな、ね、インベントリー、インベントリー、うん、うわ増えたな。装着装着装着、これは弱い弱い弱いで、なんで装着できないものを渡してくるんですかね。これはまあなんか強そうだから。ああ、え、二通りになった。え、強そう、強いね、これ。何が違う、何が違う、これ。あ、なんか便利だね、これ。え、あ、スノーピー112、こんばんは。ばんは。メイポね、ちょっとずつやってるよ。今始めたとこだけど。おっとっとっと。単体攻撃しかできない、もしかして。なんでだろう。どれだっけ、これか。即時移動、はい。よし。うわ、ミス多いな。よいしょ。スノーピー112、日本人気。日本人？日本人か。スノーピー112、私は台湾人です。あ、そうなんだ。私は日本人ですよ。スノーピー112。落ちた。はい。